まさかカツサンドが余ってるなんてラッキー。ん？しずるも飯か。そういえば確かお庭でお弁当食べよう、二人で。しずる、今から昼飯なら一緒に食べないか。この間約束しただろ。小太郎、覚えていてくれたのか。なら、ほんじゃお邪魔しますよと。では早速いただきます。うん、なんだそりゃ、サンマのかば焼きか。残念だが、いくら小太郎でもこればかりは譲るわけにはいかない。いや、とっておきならお前が食べればいいんじゃないかな。ならば遠慮なく。サンマが羨ましくなるくらい幸せな表情だね。おい、どうした。ちょっと目がかゆい。待て待て、そんなに直接こすっていいのか。病気だったら悪化するぞ。病気じゃない。じゃあなんで。誰にも言わない。うん、言うなと言われれば。小太郎になら見せてもいい。あれ、ちょ、この雰囲気おかしいよ。なんでムード作っちゃうの。その綺麗だな。俺は綺麗だと思うよ。しずるは可愛いな。悪い悪い。